はいどうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回は韓国版の妖怪大辞典紹介したいと思います。こちら妖怪メダルゼロ Z と古典対応です。なんかパッと見日本のギラポスティーニ超妖怪大辞典と似てるんですけど、日本のやつがこちらです。日本のやつだいぶ色濃いですよね。韓国のやつちょっと薄黄色ぐらいのカラーリング。妖怪大辞典開けてみるとめっちゃカラフル。やっぱ妖怪大辞典1巻2巻と同じような感じになってますね。左のページがこれデラックス妖怪ウォッチタイプ0式の説明書かれてますね。でさらにめくっていくとこんな感じ Z ですね。でこの辺が古典メダルね。でめくっていくとこちらも古典メダル、あロボコマとブドニャンですね。でこの辺からフリーほいっと。でここには超って書かれてて、後ろもこれ超って書かれてますよね。だから超妖怪大辞典っていう位置づけなのかな。妖怪大辞典の側面がこんな感じ。ちょっと韓国語なんでわかんないですけど、 Z& 古典って書いてるのかな。でですね、韓国の妖怪大辞典はめっちゃメダルがはまりやすいんですよね。バシっての妖怪メダルゼロ古典と Z をセットするとこんな感じです。なんかめっちゃ派手カラフル、なんか新鮮やな。 Z メダル古典メダルセットするの。日本の妖怪大辞典やとメダルごとにギラポプラス発売されて、ギラポスティーニのバインダーにセットしていくっていうパターン最近多いんですけど、もう韓国のやつは完全にこれメダルごとにバインダーごとっていうか妖怪大辞典発売されるんで結構面白いですね。